はい、NHK をぶっ壊す、平成30年の今10月1日になりました。ちょっとね、あの例の 先月9月11日に船橋 NHK 船橋営業センターに乗り込んだんですけども、まあその時の契約がですね、まあ、NHK は逃げ続けたんで、放送受信契約書を置いてきたんですけど、そのことについてちょっと電話してみたいと思います。 NHK 船橋営業センターです。もしもし、はい、NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言いますが、はい、ちょっと先日9月11日に、はい、そちらと交わした放送受信契約のことについてお尋ねしたいんですが、立花隆さんですか。はい、あなたとは対応しませんので放送法27条違反ですね。こんなんですよ、あなたとは対応しませんって。これね、僕が置いていったら、契約書置いていったらね、請求書送ってきたんですよ。で、対応しませんっていうことなんですよね。ちょっと対応しないと。でもひどいでしょこれ。もう一回ちょっと電話したろ。なめてんのかって、芝居太郎かあいつら。こんな書いとくな。芝居太郎かこいつらな。皆さん047-435-81、これです。 NHK 船橋営業センター、なめてるでしょこいつら。もうついに着信拒否やねこれね。ちょっと今日行かれへんからさ、念のためにさ電話して行かれへんって言うたろうと思ったんやけど、もうこんなんされたら腹出すから行ったろうかなと思うけど、まあ出ないんですよねこうやってね電話に。これね、まあいいや、それをちょっともう一回電話しろ。ちょっと電話貸してもらえる。バレてん、 NHK のだ、バレてん番号。多分今俺が電話した、通知あれで電話したから、多分それで伊藤君の電話もうバレてるんちゃうかな。大きいな。はい、お電話ありがとうございます。 NHK 船橋営業センターでございます。 NHK さんはさ、はい、請求書送ってきて、問い合わせ番号この047-435-8100って書いてるんだけど、2280円払えて請求来てるんだけどさ、はい、失礼ですがどちら様でいらっしゃいますでしょうか。さっき言ったら、名前言ったら切られたんだけど、名前言ったら切る。お名前を伺わないと返事ができないんですが、うん、名前言って切らないでね。 NHK から国民を守ると船橋在住の立花隆です。はい、少しお待ちください。はい。これはこの音がまたあるの、多分こいつはすぐ切ると思う。もしもし。はい、はい、申し訳ありません、対応できません。今から行くから、じゃあ待っとけ。もういかへんせよお前ら、何が対応できへんねや。サンキュー。こうやってね、 NHK って都合の悪い相手は請求書を送ってきて電話にも出ないですよ。でちょっと今請求書手元にないんですけど、電話くれて書いてるんです。これちょっと上内業センター電話しろかな。これこうやってね、僕のところに請求を送ってきてるんですよ、これ立花隆様宛てにつって。でこれについてお問い合わせ番号って書いてるんで、ちょっと上の営業センターのこっちに電話してみようか。まあええ加減にせよよね。これ今上野の NHK 上野にかけてます。ね、ありがとうございます。 NHK 上野営業センターでございます。振り込み、振り替え、振り込み請求書券っていう、まあ、
NHK にお金を払えっていうのが届いてるんですが、でお問い合わせ番号上野営業センター03-3845-8830、で今電話したんですが、この件はそちらに電話したら対応していただけるものなんですか？はい、2620円を、はい、払えと、はい、まあ、払えっていうか、これそういう意味だと思うんですけど、はい、これって速やかにって書いてるんだけども、別の紙があってね、はい、いつまでに払えばいいの？これを今日お直の方確認させていただきますので、はい、はい、こちらにお客様番号というのを記載させていただいておりまして、はい、はい、お伝えいただいてもよろしいでしょうか？ちょっと待って、192-4783、はい、882、はい、ありがとうございます。はい、お名前いただいてもよろしいでしょうか？立花隆と言いますが大丈夫ですか？電話切らなくて。お待ちください。はい急に女の子の声が、少々お待ちくださいませんか請求書送ってきてるんだから、黙ってさ、ここ書いてるじゃん、電話番号ここに書いてるでしょ、こうやってここ問い合わせて、こうやってさ、あのさ、僕議員なんですよ、受信料もね。もしもし、もしもし、はい、立花ですが、電話番号ほんなら書いてくんなよ、お前ら。ちゃんとお前請求書に郵便でかけて書いてこいよ。お前問い合わせ番号書いとるから電話しとるんやないか。なめてんのかお前ら。いか、今から言ったるわ、そっち待っとけ。こんなんでしょ、おかしいでしょ。こうやって僕の家に請求書送ってきて、こうやってね、立花隆さんへって書いてあるわけですよ。で、金払え。で、お問い合わせはここって電話番号書いてあるんですよ。で、電話したら、あなたとは話できません。じゃあ話できないんだったら電話番号なんか書いてくるなよって。なるでしょ。あなたとはお話できません。で、いつ払えって普通期限書くでしょ？速やかにじゃなくてこうやって。これ僕がポキオリ裁判で買ったやつですよ。NHK は衛星放送料金払えと言ってるのに、これ2620円でしょ、地上料金に変更してたんですよ。変更してきたら何よりも証拠なんですよ、これ。これをね、裁判で立花が地上契約にね、することを立花が買ったっていう判決が出るの嫌だから、裁判取り下げてこそっとこんな手紙を起こしてきてですよ。これ電話しろって言ったら、電話あなたとはお答えできませんってこう来るわけですよ。ね、ね、ちょっと今から上野営業センターに行ったろうと思ってます。以上です。 NHK をぶっ壊す。